皆さんこんにちは、あたらぎコンサルティング司法訴訟の加用真理乃です。今日はですね、前回この YouTube でもアメーバブログを始めましたということで、ちょっと宣伝させていただいたんですけれども、ブログを始めて今日でだいたい12日目ぐらいになるんですけども、ブログのランキングサイトブログ村に登録してまして、でブログ村でなんと資料のジャンルで、1位を、取らせていただいてまして、本当に多くの人に見ていただいて、ありがとうございます。で、アウトポイント、ブログ村から、私のブログに来てくれた人のこうランキング、これ見れるかな、見えますか、こうブログ村ランキングで1位です。ありがとうございます。で、今日の動画は、1位取りましたっていう、そういう自慢とかじゃなくて、この動画通じて、何が言いたいかっていうと、司法書士とかのなんかこうブログ数って圧倒的に少ないなと思ってまして、私もブログ始めてちょっとなんですけれども、ブログ始めてすぐにこうランキングも、その司法書士っていうジャンルではすぐ取れたりとかして、これって、私のブログがすごいっていうよりもこう情報発信をしてる人が少ないなと思ってます。でやっぱり司法書士の人ってみんな、なんか司法書士にどんな仕事がしてほしいって言うんですけれども、もちろん私もそう思っていまして、でそのためにはやっぱこうもっとね、司法書士のみんなにこう司法書士の、仕事だったり実務だったり、司法書士っていう自分のなんかこう日常だったりとかをもっといろいろ情報発信してほしいなと思っています。で、ブログ始めたきっかけとかっていうのは、YouTube 始めたきっかけと一緒で、司法書士のね、こう魅力をもっと知ってほしいっていうのが、私の思いでもあるので、またこうブログでもね、YouTube でも何かこういうの聞きたいなっていう人の意見とかあればですね、どんどん毎日更新していこうと思ってますので、どんどんコメントとかくれたらなと思っております。最後にちょっとね、ブログも毎日更新してるので、見ていただけたらと思いまして、ブログの宣伝でも宣伝でもあります。はい。で、今日はですね、ちょっとブログの1位になりましたということでご報告させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。